本当です。ようです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もニューヨークからお届けいたします。はい、また頭になんか乗っけてる人の話ですかね。見てこさまですね。上皇ご夫妻は、ご夫妻の結婚60年を記念して作られた合唱曲などに鑑賞するため横浜市の音楽ホールを訪れました。遅刻の話だ。そうですね。ご夫妻は午前11時半過ぎ、横浜市の港未来地区を訪れ、横浜ロイヤルパークホテルに入られました。ホテルで昼食を取られた後、午後2時半過ぎ、ご夫妻は女性合唱団クールモネの第17回定期演奏会を鑑賞するため、横浜港未来ホールを訪問されました。これ、2時半に入られたんです。時間間違えてたとか？ 2 時から始まってるんですね。この北鎌倉女子学園のホームページで確認しましたけど、2時開演、1時半会場、2時開演。上皇后両陛下がご鑑賞された様子が報道されましたと書いてるんですけど、まあ30分も遅れて来られたのに、そこにも書いておけばよかったですね。ご鑑賞されました。30分遅れて遅刻してご入場されました。って書いておけばよかったですよね。うん。その実態を。はい。うん。でね、この遅刻されたっていうのはですね、例えば、愛子様なんかね、女性セブンなんかね、記事がひどくて、初の単独公務に遅刻されるのは前代未聞ですって書いた記事。で、その、単独公務のね、5月11日の初めての単独公務、特別展、夢見る光源氏、公文書館で平安文学斜め読み、ご鑑賞の際にも、愛子様予定時刻の午後6時から、数分遅れて到着されたって。数分でこれですよ。前代未聞なんだって。ひどくないですか？まあそんなにさ、大戦に影響ないときはさ、いちいちそんな報告しなくてもいいのにね。その記事の中にはね、意地悪ったらあれはしないって感じです。その記事の中には、上皇ご夫妻は時間に厳しく、陛下や永の宮様もそのように育てられたというって書いてあるんだけど、どの口でそんなん言うんだって。じゃあ自分たちは遅刻してもいいのかいっていう話で。まだありますよ。愛子様、歓迎会の翌日の朝に遅刻し、起きられませんでしたと謝罪とか言って。時間管理は雅子様と共通の課題。もうね、雅子様を下げようと思うので、こういう記事ばっかり出すんですよね。断るとか。愛子様は毎日通ってるからね。うん。そう。だからさ、大変な時、前の日が大変だったりすると、うん。遅刻しちゃったりすることもあると思うんですよ。ありますよ、人間だから。誰かさんみたいに、うん。だから誰かさんみたいに毎日通ってなくて、そう。例えば1年に1回とかさ、3年に1回とかしか通ってなければ、うん。まあ、遅刻することもないでしょうね。そうですよ。なのにね、こんな、これね、これ約束の時間を守れないという事態の重大さを気づいてみたいなことが書いてって、時間管理は愛子様と雅子様に共通する課題です。で、こんなに。雅子様はご病気じゃないですか。どんだけでもとにかくね、とんでもないことをしでかしたみたいなことを、女性セブンが書いてて。まあ、しかも原因は大沢さんじゃないですかね。そう。で、また一方ね、竹内久美子っていう、なんかその、男系男子代表みたいな人がいるんですよ。で、この人は、まあ、秋神の代表みたいですよね。秋篠宮家を守りましょうみたいなんで、その、X で投稿してるんですけど、これもね、本物の皇族は時間を守りますって、何が言いたいのか知らないけど、じゃあ本物の皇族じゃないじゃん。そういうこと、そういうこと。大皿の人は。ということは。じゃあ、あなたのね、理屈で言うと、じゃあ、上皇后ご夫妻は、本物の皇族じゃないんですね、っていうことです。そう、偽物ということです。まあ、しかもね、この偽物の遅刻っていうのも、はい、まあ、どうかなと思うけど、遅刻したらダメっていう人が遅刻するんだから、ふざけてるんだと思うんだけど、もっとこれ気に入らないのは、これ、プログラムの中のね、その合唱曲、作曲家の小高さんが作った合唱曲ね、その上皇ご夫妻のために作った合唱曲、祈りの花束っていうのは、4つある出し物の中の3番目なんですよ。3番目に、やる。だからそれの3番目だけ聞きゃいいと思ったんです。3番目に間に合えばいいと思ったわけ。3番目に間に合うように、多分、
来たんじゃないですか。何番目くらいに来たのか知らないですよ。でもそんなに体調が悪かったりしたわけですかね、この人は。じゃあ来ないですよ。そうですよね。そこまでして来ないでしょ。でさ、体調が悪いから1曲しか聴けませんとかさ。いや、どっちにしてもだったら最初に入るでしょ、何にしても途中から入ることないじゃないですか、まあまあ、っていうか途中から入るのは、うん、演奏会とかは失礼ですよ。どう超失礼ですよ、こんなの。いや、演奏してる人にも失礼だけど周りの人にも失礼ですよ。そう、しかもね、後ろの方で静かに遅れてきたから、まだ後ろに立って見るんだったらまだしも、この人たち多分かなり前の方で見ると思うんだけど、中断しちゃうじゃないですか、下手したら入ってこられる。それかボックス席みたいなところで、まあ、どっちにしろ何にしろそんなのない。いや、でも小ホールだからね、言っとくけど大ホールじゃないですよ。ないですよね、そんなに。ないと思うけど、なんか貴賓席みたいなところはないですよ、ね、うん、オペラホールじゃ、オペラ劇場じゃないんだから多分ないと思うけど、そんなバルコニーみたいなで、それでこうこんなんっていうのは、要するに何が言いたいかっていうと、最初のね、二つ、その学生さんの卒業生がやるなんて多分興味ないんだと思う。で、見たくないんですよ、多分。で、自分たちの曲はやってくれるので、まあ、来たんじゃないですか。でもまあ、うん、自分たちのだけ見たくて、あとは、どうでもいいから、途中から入ってきたんだと思いますよ。でもなんか、失礼ですね。でも、それだったらさ、なんか、ビデオで後で見るとかね。要するに、わざと遅刻したんですよ、きっと。これって、私が知る限りね、わざと遅刻する人って世の中にいるんですよ。どなたでしょう、うん、社長。プーチン。プーチンです。プーチンってね、遅刻してくるんですよ。あ、そうですね。それもね、30分どころじゃないですよ。2時間とか、ね、3時間とか遅刻してくる。ものすごい待たされてませんでした。お相手の方は、例えば簡単に日本だったら安倍総理とかですよ。待たされてますよ、すっごい。はい、はい。他の国の大統領とかも待たされるんですよ。プーチンと会うと。わざと待つ。わざと遅刻してくる。これ、癖悪くないですか？もう悪いですよ、もちろん。性格悪いにも程があると思うけど。性格も悪いじゃないですか。うん。それと、同じ類ですね。これ、要するに、だから、知ってて遅れてきたんじゃないか。ちょっと同じですよ、同じ、同じ。じゃあ、違う、だから独裁者という意味で同じじゃないですか。ああ、じゃあ、ミテゴ様はプーチンなんだ。そうそうそう。これは大したもんですね。大したもんですねって。困るもんじゃないですか。困ったもんですじゃないですか。こんなことってあっていいんですかね。プーチンは、プーチンさんと同じ独裁者ですか。なるほど。で、こういうことをね、平然とやって、で、普通の報道機関ね、雑誌社も含めて、雑誌もテレビも新聞も。だって似てますよ。だって終身大、プーチン首相、プーチン大統領か。終身大統領になったんですよ、あの人。うん、そうですね。と、終身皇族じゃん。だから、引退したにもかかわらず、未だにどっちが上みたいなね。そう。だ未だに、挨拶って自分が行かなくて、天皇陛下に、来させますよね。そう。この前だって英国訪問したにもかかわらず、だからどっちにしろ終身一番偉いんだっていうふうに思ってるんですよ。うん。だからで遅れで後から言ったら怒ってる始末だからね。なんで後から来るんだみたいな。挨拶はどうなったんだみたいなね。でもう何から何までこれ。でこれ今回はまあこれですよ。こういう遅刻どころか、わざと遅れてんじゃんって、この人たち。こんな失礼な人が、この人の実態。これをね。何やってもいいと思ってんでしょ？これでもね、はっきり言って、愛子様がね、5分遅刻して、大騒動の記事が出すんだったら、女性セブンだけじゃないけど、他のとこもね、今回、ミテコ様が遅れた理由は何でしょうかって言って、記事出せばいいですよ。30分も遅れて行かれましたって言って、実はこれは何だったんでしょうって言って、そこにある秘密はっていうので、実はプーチンだったんですとかね、
出せばいいけど、こうやってちゃんと。売れますよね、そしたらね。うん。そう。なんせね、女性セブンの記事なんか特別扱いしないでほしいというご要望に、二言なしとかね、最後の締めの言葉書いてあるんだけど、じゃああんたとかも特別扱いしないで、同じように遅刻したの記事を出すんだったら、今回のこれもちゃんと報道していただきましょうかって、思いますね。はい。テレビも雑誌も全部、なんで遅れたんだみたいな。はい、うん、何もそこには一つも触れなくて。だから、いつでもそういうところをさ、深く追求してくれる雑誌があったらいいのにね。そこのね、深掘りする記事出たら、週刊文春さんやってもらえません？そしたら、私買いますよ、どういう。でも、週刊文春もさ、最近さ、どちらかというと、皇族、現天皇家下げ記事みたいなの書いてるからダメです。ああ、未定稿セブンじゃなしに、未定稿文春ね。もうこの前ありましたけどね。つまり、検閲やってるからね。こういうテレビ、ニュース、新聞も全部検閲してるからこんな記事しか出せないのかもしれないけど、全部公平にやったらいいんですよ。あらゆること。隠す必要は何もないんだから。要はそういうことじゃないですか。そう、 そうそうそう。ね。全部出したらいいんです。だから検閲をする必要はないんじゃないですか。ないんです。全くないんです。それは、家の宮家もそう。家の宮家も要するにそういうことですよ。見てこさま。家の宮家のなんて、隠しまくりじゃないですか、なんでも。まあ言えば、ほとんど同じですよ。検閲してるにも近い。で、みてこさんのとこは、雑誌出す前に検閲してるからね。だって、エイチ様なんてどんな人だろうな、みんな誰もわかんないじゃないですか。まあね、隠してるから、ね。どういう人柄で、どういう性格でとか。うん。それと同じことなんだけど。うん。つまり、そういうね、根にそういうものがあるので、要するに、四国だったらまだ可愛い方で、わざとやってんじゃないかというふうに私は思いました。で、これで、ね、これでそれは本当は何が事実なのかっていうのをはっきり してほしいですねと思いました。そうですね。だから、普通の人だったらしないことじゃないですか。そう。コンサートにわざと遅れていくとかって、そう、やむを得ず遅れてしまうことはあると思いますけども、まあね、それは、その通りなんですよ。だから遅刻は誰でもあるから、そんなに重大事故とは、よっぽど大事な事故、遅刻しちゃいけないというものはあるとは思うけども、まあ、普段のね、会社に勤めるのに。だからそれを堂々と遅刻していくのはなぜなのかというのを。そう。その根本にあるのは何？上げ足取ってるんだったら、違う、だから上げ足取ってるんだったらば、そういうことを追求してほしいですよねってこと。ちょっと、日的に、そう。遅刻したとか、そう。つまり、注意みたいなことじゃなくて、画策してるわけじゃないですか。遅刻するってことを、はい。うん。そっちの方がずるいわけだから、そう。それをちゃんと取材してほしいってことでしょ？そうそう。で、片方だけね、記事出して、片方だけ黙って隠してるっていうのはおかしいんで、両方とも出してください。はい。今回のことについても。はい。ちゃんと記事出してください、はい、なんで遅れたか。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。